お話しましょう。なぜベンチがここに。お急ぎ便ですぐだったわ。そこはどうでもいいかな。これってまさか。その人のことを考えると胸が苦しくなって。長老くんが好きなの。なんでここだけテーマイベント。よりにもよってこいつだけ。きっかけはオッケー、十分伝わったよ。うわっ、キモっ。意地悪なジョーロ君はファブらせてもらったわ。俺の知ってるファブルと違う。本当お前嫌い。そう、私は大好きよ。俺をどうするつもりだよ。言っておくが、お前と付き合うとかそういうのは絶対お断りだからな。なぜこうなってしまった。俺なりにいろいろ努力をしてきた。みんなに好かれようと頑張ってきた。なのに。これからとても楽しみだな。俺を好きなのはお前だけかよ。世界は誰の